バイオインフォマティクスの一例。実験的に決定された、タンパク質のアミノ酸配列をアラインメントしたもの。ヒト X 染色体の地図。ヒトゲノム解析は、バイオインフォマティクスの最大の成果の一つである。バイオインフォマティクスとは、生命科学と情報科学の融合分野の一つであり、DNA や RNA、タンパク質をはじめとする、生命が持つ。 様々な情報を対象に情報科学や統計学などのアルゴリズムを用いた方法論やソフトウェアを開発し、またそれらを用いた分析から生命現象を解き明かしていくことを目的とした学問分野である。そのため、バイオインフォマティクスは講義には生物学、コンピュータサイエンス、情報工学、数学、統計学といった 様々な学問分野が組み合わさった学際分野自体を指す。日本語では生命情報科学や生物情報学、情報生命科学などと表記される。ゲノミクス研究の初期においては遺伝子予測等のゲノミクスに関する分野がバイオインフォマティクスの主要な対象であった。近年ではゲノムを超えてゲノムからの転写物の相対であるトランスクリプトームや トランスクリプトームが翻訳された、タンパク質の相対であるプロテオーム、タンパク質の二次産物として合成される糖鎖の相対であるグライコーム、さらにはゲノムからの直接的に転写、翻訳された実態だけではなく、代謝ネットワークによって生じた、代謝産物をも含めた相対を考えるメタボローム、生物個体の表現系の相対であるフェノームなど、 バイオインフォマティクスが対象とする研究分野は生物学全体に拡大、発展しつつある。遺伝子やゲノム配列はバイオインフォマティクス分野で頻繁に利用される。コンピューターを使用することで手動よりも簡単確実に管理できる。ゲノムシーケンシング技術の登場と発展により多くの生物を対象にゲノム解析プロジェクトが進められ。 それに伴い大量のゲノム配列情報が得られるようになった。ところが得られる大量の配列情報から人力で生物学的な意味を抽出することは極めて困難であり、情報処理による解析の必要性が高まっている。遺伝子情報は拡散配列というデジタル情報に近い性格を持っているためにコンピュータとの親和性が高い。 さらにマイクロアレイなどの網羅的な解析技術の発展に伴って遺伝子発現のプロファイリングやクラスタリング、アノテーション、大量のデータを視覚的に表現する手法などが重要になってきている。これらの理由によりバイオインフォマティクスはその重要性が注目されるようになり特に1990年代半ばの ヒトゲノムプロジェクトや DNA シーケンステクノロジーの急速な進歩によって爆発的に成長し発展してきた。バイオインフォマティクスの主な研究対象としては遺伝子予測、遺伝子機能予測、遺伝子分類、配列アラインメント、ゲノムアセンブリ、タンパク質構造アラインメント、タンパク質構造予測、遺伝子発現解析。 タンパク質感相互作用の予測、進化モデリング、ドラッグデザイン、創薬等の様々なコンピュータープログラミングを使用した各種の生物学研究分野が挙げられる。また、特にゲノミクスの分野で繰り返し使用されるような特定の解析パイプラインを開発するといった方法論の開発に関する研究も含まれる。バイオインフォマティクスを活用した。 研究の一例として、疾患の遺伝的根拠や、生物の環境適応、植物や、動物の特性解析、個体群間の際などを、よりよく理解するための候補遺伝子や一塩基多形の、探索、などがある。さらに、プロテオミクスと呼ばれる、タンパク質を対象としたデータを、ゲノム配列と組み合わせた、バイオインフォマティクス研究も進められている。 データ解析を中心としたバイオインフォマティクスではハイスループットな実験手法によって蓄積された大量のデータを目的に応じて加工、標準化しデータマイニングや可視化、その他統計的手法による分析などを通じて解析するという流れを取ることが多い。いずれの段階でもコンピュータは使用され、その形態はパーソナルコンピュータを利用したスクリプトによる 小規模なシーケンスデータ加工から産業技術総合研究所生命情報工学研究センターなどによる IBM ブルージーンのような20トフロップスのスーパーコンピュータや大規模なコンピュータクラスターグリッドコンピューティング等を用いたタンパク質の立体構造解析まで様々である。今日、バイオインフォマティクスは生物学の多くの分野で重要な役割を果たしている。 例えば分子生物学研究では画像処理や信号処理などのバイオインフォマティクス技術を利用して大量の生データから有用な結果を抽出することが行われている遺伝学の分野ではゲノム配列や突然変異した配列の決定と注釈付けに活用される生物学的文献のテキストマイニングや 生物学的な遺伝子オントロジーの開発を通じて膨大に蓄積された生物学的データを利用しやすい形で整理する役割も果たしている。また遺伝子やタンパク質の発現調節の解析にも深く関与している。バイオインフォマティクスツールは遺伝子やゲノムのデータ比較と分析、解釈を支援し分子生物学の進化的な理解にも貢献している。 より統合的なレベルでは、個々の遺伝子や、タンパク質の解析から一歩進み、生命を遺伝子や、タンパク質のネットワークとして捉え、その相対をシステムとして理解しようとする、システム生物学という分野も生まれている。バイオインフォマティクスは、生物学的代謝経路とネットワークの分析や、カタログ化に役立ち、システム生物学を支えている。 構造生物学の分野においては、生体分子の相互作用だけでなく、DNA、RNA、タンパク質等のシミュレーションとモデリングにも役立っている。また、機械学習による遺伝子領域予測やタンパク質構造予測、次世代シーケンサーを利用したゲノム解析など、大きな計算能力を要求される課題が多く存在するため、 スーパーコンピュータの重要な応用領域の一つとしても認識されている。バイオインフォマティクスという用語は、ポリン・ホググとベン・ヘスパーによって、1970年に生物システムの情報処理の研究に言及するために作られた用語である。この定義では、生科学と並行した研究分野の概念として、バイオインフォマティクスを位置づけており、今日使われているものとは、 意味が異なっている。1950年代初頭にフレデリック・サンガーがインスリンの配列を最初に決定して以来、タンパク質のアミノ酸配列を研究で利用することが可能になった。しかしながら複数のシーケンスを手動で比較することは実用的ではなく、コンピューターを用いた解析が分子生物学にも必要不可欠になった。この分野の先駆者は マーガレット・オークリー・デー・ホフである。彼女は最初に書籍の出版物としてとして公開された最初のタンパク質配列データベースの一つを編集し、配列整列と分子進化の先駆的な方法を開発した。バイオインフォマティクスへのもう一つの初期の貢献は1970年にエルウィン、A ・エカバットが抗体配列を包括的なボリュームで解析し、 生物学的な配列解析の分野を開拓したことである。この一連の研究は、タイテウと共に1980年から1991年にかけて発表された。生物学におけるバイオインフォマティクスの主な目的は、他の生物学派生分野と同様に、生物学的プロセスの理解をより深めることにある。ただし、他のアプローチとの違いは、 より計算集約的な手法の開発と適用に重点を置いている点である。用いられる技術の例としては、パターン認識、データマイニング、機械学習アルゴリズムなどが挙げられる。また、例えば疾患研究の分野において、正常な細胞活動が様々な病状で、どのように変化するかを明らかにするためには、生物学的データを組み合わせて、 これらの活動の包括的な構造を理解する必要がある。そのため、様々なタイプのデータを組み合わせた分析と解釈を行えるように、バイオインフォマティクスの分野は進化してきた。これには、塩基及びアミノ酸配列のほか、タンパク質ドメインやタンパク質構造が含まれる。データを分析及び解釈する実際のプロセスは、計算生物学と呼ばれる。 バイオインフォマティクス及び、計算生物学の重要な研究目標の一つに、大規模なデータセットにおいて、メンバー間の関係を評価する新しいアルゴリズムと、統計的尺度の開発がある。例えば、ゲノム配列内から遺伝子領域を予測したり、タンパク質の構造や機能を予測したり、タンパク質配列を、関連配列のファミリーに、 クラスター化する方法などに関する研究が進められている。また、様々な種類の生物学的情報リソースを整理し、管理し、効率的なアクセスと利用を可能にする、コンピュータプログラムやシステムの開発と実装も、また重要な課題である。すなわちバイオインフォマティクスでは、データベースの作成と進歩、アルゴリズム、計算技術と統計技術、 そして生物学的データの管理と分析から生じる形式的で実用的な問題を解決するための理論が必要とされている。過去数十年にわたりゲノム及びその他の分子研究技術の急速な発展と情報技術の発展が相まって分子生物学に関連する膨大な量の情報が生み出されている。バイオインフォマティクスは 生物学的プロセスの理解を深めるために使用される、これらの数学的及び計算機科学的なアプローチを表す言葉でもある。バイオインフォマティクスは、生物計算機学と一見似ているが、これは異なる科学分野である。生物計算機学は、生物工学と生物学を使用して、生物学的なコンピュータを設計することが主眼で、あるが、 バイオインフォマティクスは逆にコンピュータを用いた計算を使用して生物学をよりよく理解することが主眼である。バイオインフォマティクスと生物計算機学の分野には共に生物学的データ、特に DNA、RNA、タンパク質配列の分析が含まれる。生物学的データを分析して意味のある情報を生成するにはグラフ理論、人工知能、 ソフトコンピューティング、データマイニング、画像処理、コンピューターシミュレーション等のアルゴリズムを使用するソフトウェアプログラム実行し、また必要に応じて作成する必要がある。またこのようなアルゴリズムは、理算数学、制御理論、システム理論、情報理論、統計などの理論的基盤に依存する。ファージの一種である FAZIFIX174 が1977年に、 配列決定されて、以来、数千の生物の DNA 配列が解読され、データベースに保存されている。この配列情報は、タンパク質、RNA 遺伝子、調節配列、構造モチーフ、反復配列をコードする遺伝子を決定するために、分析されている。例えば、種内や種間で遺伝子配列を比較することで、 タンパク質機能間の類似性を評価したり、あるいは系統樹を構築することで主観の分子系統学的関係を示すことができる。データ量の増加に伴い DNA 配列を手作業で分析することはすでに非現実的である。今日ではブラストなどの愛動性検索を行うコンピュータプログラムを用いて、例えばジェンバンクに登録された1600億以上の ヌクレオチドを含む26万を超える生物から配列を検索することが日常的に行われている。これらのプログラムは DNA シーケンスの変異を補正して類似するが同一ではない配列を検索できる。検索結果はクローニングした遺伝子の部分情報から遺伝子全体の配列を予測したり構造が未知のタンパク質の二次構造を予測したり 解読されたゲノムの中から遺伝子を検出して、その機能を予測するなどの研究の基盤となる。また、配列情報から由来する、生物種の系統学的分類を推定するという問題を解くために、クラーケンのような最新の系、メールベースのソフトウェアも作成されており、アライメント手法では到達できない実行高速性を実現している。 DNA シーケンサーから出力される生データには多量のノイズや弱信号が含まれており下流の解析に悪影響を与える可能性がある。様々な実験プロトコルや環境における DNA シーケンシングデータからの延期決定を行うアルゴリズムが開発されている。多くの DNA シーケンス技術は短い配列フラグメントを生成する。そのため 完全な遺伝子や全ゲノム配列を取得するためには、この配列フラグメントをアセンブルして再構築する必要がある。ヒトゲノム計画では、ある配列断片から順番に配列を解読する手法が考えられていたが、クレイグ・ベンターらによるショットガン法により、はるかに高効率で解読が進められるようになった。いわゆるショットガンシーケンステクニックによる、 最初の最近ゲノムヘモフィルスインフルエンザのゲノム決定でも使用されたは、ゲノム配列をバラバラな短い断片に分断して、それぞれを解読し、その後同一の配列を重複する領域として、並べ替えることによって、ゲノム配列を再現する。これらのフラグメントの両端は重なり合っており、ゲノムアセンブリプログラムによって、適切に整列されることで、 完全なゲノムを再構築することができる。しかしながら、多くの断片がある中で正しい並び方を決定することは、コンピュータの計算能力がなければ、不可能である。そして、このフラグメントをアセンブルするタスクは、特に大きなゲノムにおいては、非常に複雑になる可能性がある。例えば人ゲノムは、約 3GB のサイズがあるが、この程度のゲノムの場合、 大容量メモリのマルチプロセッサコンピューターであっても、ショットガン配列をアセンブリするのには何日もの CPU 時間を要する場合があり、また結果として生じるアセンブリには通常、多数のギャップが残っている。しかしながら、ショットガンシーケンスは事実上、あらゆる生物種の全ゲノムを決定する上で、現実的に最適な方法となっている。そのため、高速、 高性能なゲノムアセンブリアルゴリズムを開発することはバイオインフォマティクスの重要な研究領域の一つとなっている。ゲノミクスの文脈においてアノテーションとは DNA 配列内の遺伝子領域やその機能、そしてその他の生物学的特徴をマークするプロセスである。ほとんどのゲノムは大きすぎるため手動で注釈をつけることができない。 そのため、このプロセスは自動化する必要がある。さらに、次世代、シーケンシング技術の登場によって、大量のデータが高速に得られるようになっており、大量のゲノムに対して高速にアノテーションをつけたいという研究上の要望は高まっている。包括的なゲノムアノテーションシステムは、自由生活生物である、最近ヘモフィルスインフルエンザのゲノムの最初の完全な、 配列決定と分析を行ったザインスティチュートフォーゲノミックリサーチのチームによって1995年に初めて報告された。オーエンホワイトは、タンパク質をー度するすべての遺伝子とトゥルナ、ルナ、およびその他のサイトを特定し、またその生物学的機能を推定する初期のソフトウェアシステムを構築した。現在でも、 ほとんどのゲノムアノテーションシステムは当時と同様な機能を持っているが、例えばヘモフィルスインフルエンザでタンパク質を高度する遺伝子を見つけるために使用されたジェノマークプログラムなどのようにゲノム DMA の分析に利用される個々のプログラムの多くは常に更新されており、機能改善の模索が続けられている。ヒトゲノムプロジェクトが2003年に完了したが、残された。 様々な課題や新たな目標の達成のために、アメリカ国立衛生研究所内の国立ヒトゲノム研究所によって新たにエンコードプロジェクトが発足した。このプロジェクトでは、次世代 DNA シーケンス技術とゲノムタイリングアレーを使用して、ヒトゲノムの機能的な要素に関するデータを共同でコレクションすることが行われた。次世代シーケンシング技術は、 電気あたりのコストを大幅に削減して大量のデータを生成できる技術であり、しかも従来と同じ誤差精度と信頼制度を持っていることが特徴である。進化生物学とは種の起源と文化、そして系統の教持的な変化を明らかにする学問分野である。バイオインフォマティクスは進化生物学分野においても重要な役割を果たしている。 より複雑な課題としては、生命の木を再構築する研究も進められている。なお、遺伝的アルゴリズムを使用する、コンピューターサイエンスの研究領域は、計算進化生物学と混同されることがあるが、この二つの領域は、必ずしも関連しているわけではない。比較ゲノム解析の目的の一つは、異なる生物における、遺伝子、オルソログ遺伝子や、 他のゲノム上の特徴の対応関係を明らかにすることである。また例えば、2つのゲノムが系統上で分岐した際の進化過程は、両ゲノム間の対応関係を取ることで、例えばどのゲノム領域が結出したり重複したのかを明らかにし、進化過程を追跡することができる。現実的には、様々な組織レベルで作用する多数の進化イベントが組み合わさって、 ゲノム進化が形作られる。最も最小レベルでの変化は、個々のヌクレオチドが影響してくる点変異である。一方でより高いレベルでは、大きな染色体セグメントが複製、移動、逆位手見、消お及び挿入を受けることがある。最も大きなレベルでは、ゲノム全体のハイブリダイゼーションや倍数化。 そして細胞内共生過程といったイベントに関与し、しばしば急速な主文化を引き起こす。このようなゲノム進化の複雑さは、数学モデルやアルゴリズム開発を行う上でも、チャレンジングな課題となっている。そのため、正確なヒューリースティックやパラメーター固定、節約モデルに基づく問題の近似アルゴリズムや、確率モデルに基づくベース分析のための、 マルコフチェーン・モンテカルロアルゴリズムの利用に至るまで、アルゴリズム、統計、および数学的な、様々な手法の利用が研究されている。これらの研究の多くにおいては、事前に遺伝子配列を、配列相同性に基づいて、タンパク質ファミリーに割り当てている。環境中には多様で大量の幻覚、微生物系統が生息しており、その生理生態を理解することは、 地球上の物質循環やその環境における生態系を理解する上で重要である。そのためにはどのような生理学的機能を持つ微生物がどのような割合でそこに存在するのかを理解することが必要である。メタゲノム解析は環境中に存在する細菌層サンプルからゲノム DNA を直接回収し主にショットガンシーケンスを行って バイオインフォマティクス解析を行うことで、それらに関して解析する、微生物学、ウイルス学の研究分野である。パンゲノム解析は2005年に、テタリンとメジニによって導入された概念であり、特定の分類群において保持されている、遺伝子の網羅的な遺伝子レパートリーを表す。最初は、種レベルの禁煙系統に適用されましたが、属や門といったより、 大きな分類群にも適用できる。パンゲノムはコアゲノムとフレキシブルゲノムの二つの群から構成されている。コアゲノムは全ゲノムに共通した遺伝子セットを指し、多くの場合、これらの遺伝子は生存に不可欠なハウスキーピング遺伝子である。一方で、フレキシブルゲノムは一つ以上のゲノムにおいて存在しない一連の遺伝子を指す。例えば、 バイオインフォマティクスツールであるブプガを使用して、細菌種のパンゲノムを特徴づけることができる。次世代シーケンシングの登場により、不妊症や乳がん、アルツハイマー病といった複雑な遺伝性疾患の関連遺伝子をマッピングする研究が進められている。ゲノムワイド関連研究は、このような複雑な疾患の原因となる変異を特定するための有用なアプローチである。 これらの研究により、類似の疾患や形質に関連する何千もの DNA 変異体が特定されている。さらに、遺伝子情報を予後の推定や診断、治療方針の決定に利用するための研究も進められている。そのために、使用する遺伝子を選択する手法や疾患の存在、または予後を予測するために遺伝子を使用することの問題点の両方について、 多くの研究において議論が進められている。悪性主要においては、癌細胞のゲノムは非常に複雑な形で組み替えが起きることが知られている。大規模なシーケンシング研究により、癌細胞に見られる様々な遺伝子上の点突然変異の特定が進められてきた。このような研究においては、膨大な量の配列データを管理するための専用の自動化システムや、 新しいアルゴリズムとソフトウェアの作成を通じて、シーケンシングの結果を人ゲノム配列や、生殖系列多形のコレクションと比較する、バイオインフォマティクス解析が進められている。また、染色体の増減を比較する、オリゴノクレオチドマイクロアレイや、基地の点変異を検出する一円基多形アレイなど、新しい物理的検出技術が採用されています。これらの検出方法は、 ゲノム全体で数十万のサイトを同時に測定することができ、ハイスループットで数千のサンプルを測定する場合、実験ごとに数テラバイトものデータを生成する。そのため、この膨大なデータ量を処理するための新しい手法に関する研究も進められている。また、データにはかなりの変動性、またはノイズが含まれているため、 実際のコピー数の変化を推測するために、隠れマルコフモデルに基づく変化点分析法が開発されている。また、エクソソームの突然変異の童貞では、がんは遺伝子に蓄積された体細胞変異の疾患であり、がんには疾患発症に関係する変異と無関係な変異の区別される2種類が含まれている、という2つの重要な原則があり、 生物情報学的解析を行う上でも重要になっている。シーケンシング技術のさらなる進歩により、ガンのゲノミクスは劇的に変化する可能性がある。新しい方法とソフトウェアにより、より多くのガンゲノムをより迅速かつ手頃な価格でシーケンスできるようになれば、ガンによるゲノム内平にの分析とガンの種類の分類がさらに発展する可能性がある。 さらに、癌ンサンプルのシーケンスから、癌の進行状況を追跡できるようになる可能性も指摘されている。多くの場合、遺伝子の発現は、マイクロアレイ、発現 CDNA、シーケンスタグシーケンス、遺伝子発現連続分析タグシーケンス、超並列シグネチャシーケンス、マッシブリー、パラレルシグネチャーシークエンシング MPSS、RNA、シーケンス、 マルチプレックスイン、質ハイブリダイゼーションなどの手法でメッセンジャー RNA レベルを測定することで決定する。これらの手法はすべてノイズが非常に発生しやすく生物学的な測定バイアスがかかってくるためハイスループットの遺伝子発現研究においてこのようなノイズを除去して信頼できる信号を分離する統計ツールの開発が 計算生物学の研究分野で重要になっている。このような遺伝子発現研究は疾患に関与する遺伝子を特定するためによく使用される。例えば癌性上皮細胞のマイクロアレイデータを非癌性細胞のデータと比較して特定の癌細胞集団で発現上昇あるいは発現抑制される転写産物を決定することができる。タンパク質 マイクロアレイとハイスループット質量分析は生体サンプルに存在するタンパク質のスナップショットを提供する。得られるタンパク質、マイクロアレイと HTMS データの解析にはバイオインフォマティクスは重要である。前者のアプローチはメッセンジャー RNA をターゲットとするマイクロアレイと同様の問題に直面し、後者は大量の質量データを タンパク質配列データベースからの予測質量と称号し不完全なペプチドを除くための複雑な統計分析が必要になる。組織における細胞タンパク質の空間極材は免疫染色や組織マイクロアレイに基づいたアフィニティプロテオミクスによって解析することができる。遺伝子転写調節はホルモンなどを含む細胞内外のシグナルによって一つ以上の タンパク質の活性の増加、減少が駆動される複雑な調節システムである。このプロセスの各ステップを検証する様々なバイオインフォマティクス技術が適用されている。例えば、遺伝子発現はプロモーターのようなゲノム内で遺伝子に近接した要素によって調節される。プロモーター分析ではまず遺伝子コード領域に近接している DNA 配列中から 特定の配列モチーフを検出する。これらのモチーフは、その領域が、メッセンジャー RNA に転写される際に影響を与える。一方で、プロモーターから離れたエンハンサー要素は、三次元的な、相互作用を通じて遺伝子発現を調節することも、ある。このような相互作用は、染色体コンフォメーションキャプチャ法による実験と得られた。 データのバイオインフォマティクス解析から決定される。また、遺伝子発現データから遺伝子転写調節の要因を推測する研究もある。様々な状態の組織から得られたマイクロアレイデータを比較して、各状態に関与する遺伝子の挙動を推測することができる。例えば単細胞生物では、細胞周期の段階におけるストレス条件を比較できる。 あるいはクラスタリングアルゴリズムを発現データに適用することで遺伝子の共発現を解析できる。例えば共発現する遺伝子の上流領域を探索することで過剰発現を引き起こす調節要素を調べることができる。遺伝子クラスタリングに適用されるクラスタリングアルゴリズムの例には経平均クラスタリング、自己組織化マップ、階層的クラスタリング、 コンセンサスクラスタリングなどの手法がある。細胞内のオルガネラや遺伝子、タンパク質及びその他のコンポーネントの位置を分析するために様々なアプローチが開発されている。これらのコンポーネントの位置は細胞内のイベントに影響を与えるため、その分布や極材を調べることは生物系の挙動を予測するのに役立つ。遺伝子オントロジーのカテゴリーである。 細胞コンパートメントは細胞内極材を捉えるために考案され多くの生物学的データベースで採用されている。顕微鏡写真からオルガネラや分子を検出することができる。また、ガンなどの異常な細胞と正常細胞を区別することにも利用される。タンパク質の極材化はそのタンパク質の役割を評価するのに役立つ。例えば、 タンパク質が核で見つかった場合、それは遺伝子調節やスプライシングに関与している可能性がある。対照的にタンパク質がミトコンドリアで見つかった場合、それは呼吸や他の代謝プロセスに関与している可能性がある。したがってタンパク質の極在化はタンパク質機能を予測する上で重要な情報源となる。タンパク質の細胞内位置に関するデータベースや 予測ツールといったリソースが構築されている。ハイ C やチア PET などのハイスループット、染色体コンフォメーションキャプチャー実験からのデータは DNA 遺伝子座の空間的近接性、すなわち核内で安定的に構造化されている。立体的な折りたたみ構造によってゲノム配列上のどことどこの領域が近接して存在しているのかに関する情報を提供する。 そのためこれらの実験の分析からクロマチンの三次元構造を決定することができると考えられる。ゲノムを三次元空間でまとめて構成されたトポロジカル関連ドメインといったドメイン分割に関する研究がこの分野のバイオインフォマティクスの課題となっている。三次元タンパク質構造の例。タンパク質立体構造の解析は バイオインフォマティクス分析の一般的なテーマの一つである。タンパク質のアミノ酸配列からその工事構造を予測することはバイオインフォマティクスの大きな課題の一つである。タンパク質のアミノ酸配列はそれをコードする遺伝子の配列情報から比較的簡単に決定できる。そして多くの場合、この一次構造は実際の細胞内における 工事構造を一位に決定する。つまり、同じアミノ酸配列を持つ、タンパク質は全て同じように細胞内で、コンフォメーションをとて折りたたまれ、同じ二次構造や三次構造を立体構造を作り出す、ということであるを引き起こすプリオンなどがある。工事構造の知識は、タンパク質の機能を理解する上で不可欠である。しかしながら、一次配列から、 そのような工事構造を予測する一般的な手法はなく未解決の問題となっている。現在までの多くのこれに関する研究は、ほとんどの場合、ヒューリスティックに焦点が向けられてきた。バイオインフォマティクスの重要なアイデアの一つは配列類似性の概念である。バイオインフォマティクスのゲノム解析では配列の類似性を利用してその遺伝子の機能を予測する。 具体的には、例えば機能が分かっている遺伝子 A の配列が、機能が不明な遺伝子 B の配列とある程度類似している場合、B が A の機能を共有することが予想される。バイオインフォマティクスの構造分野では、この配列類似性を使用して、タンパク質のどの部分が構造を作り、どの部分が他のタンパク質との相互作用に重要であるか、等を推測する。 ホモロジーモデリングと呼ばれる手法では、配列的に類似なタンパク質の構造が分かっていれば、その情報を使用して、任意のタンパク質の工事構造を予測する。この手法は、タンパク質構造を予測する有用な手法の一つで、ある。この手法が、効果的な例の一つは、人のヘモグロービンと、豆類のヘモグロービンである。これらは、同じタンパク質。 スーパーファミリーではあるが、遠い親戚関係のタンパク質である。どちらも生体内で酸素を輸送するという、同じ目的を果たし、両者で完全に異なるアミノ酸配列を持っているが、構造的には実質的に同一であるため、ほぼ同一の目的をもおり、かつ同一の祖先を共有していると考えられている。タンパク質構造を予測するための他の手法としては、 タンパク質のスレッディングや物理学ベースでゼロからモデリングを行うでノーボの手法が提案されている。構造バイオインフォマティクスの別の側面としては定量的な構造と活性の相関に関するモデルやタンパク化学モデルといった仮想スクリーニングモデルへ利用することが挙げられる。さらにタンパク質の結晶構造は 例えば、リガンド結合研究のシミュレーションやインシリコ、変異誘発研究に利用されている。タンパク質間の相互作用は、ネットワークによる解析と視覚化が行われる場合が多い。このネットワークは、梅毒や、その他の疾患の原因物質であるトレポネーマパリダムからのタンパク質間相互作用で構成されている。ネットワーク分析は、代謝ネットワークや、 タンパク質間相互作用ネットワークなどの生物学的ネットワークの関係を理解することを目的としている。生物学的ネットワークは単一のタイプの分子、またはアエンティティから構築される。また、ネットワーク生物学においてはしばしば、タンパク質や小分子、遺伝子発現データなど、物理的、機能的に関連する様々な異なるデータタイプを 統合的に解析することがある。システム生物学では、細胞内における複雑なプロセスの関係性を分析し、視覚化するために、代謝プロセスを担う代謝産物や、酵素のネットワークやシグナル伝達経路、遺伝子調節ネットワークといった細胞システムを、コンピューターシミュレーションを用いて解析する研究が進められている。人工生命や、 仮想進化といった単純な生命体のコンピューターシミュレーションを介して進化の過程を理解する試みもなされている。2020年現在数万を超えるタンパク質について x 線結晶学及びタンパク質各時期共鳴分工法によって三次元構造が決定されている。構造バイオインフォマティクスの分野において タンパク質間相互作用実験を行わずに、この三次元立体構造の情報からタンパク質間相互作用を予測することは大きな課題となっている。タンパク質ドッキングを推測する様々な手法が開発され提唱されている。また、タンパク質同士の相互作用を超えて、例えばタンパク質リガンドやタンパク質ペプチドの相互作用を予測することも、 重要な課題である。原子結合の回転を考慮した分子動力学シミュレーションも広く行われており、これは分子相互作用を研究するためのドッキングアルゴリズムと呼ばれる計算アルゴリズムが基本原理となっている。今日までに膨大な数の学術論文が発表されてきており、その数はますます増加している。そのため、すべての論文を読むことは事実上不可能であり、 研究の領域は細分化されていく傾向がある。計算言語学による文献分析では、計算と統計に基づく言語学的解析を通じて増大するテキストリソースからマイニングすることを目的としている。例えば、略語認識、生物学用語の正式名称とその略語を特定する名前付きエンティティの認識、タンパク質感相互作用、 などに関して研究が進められている。大量の情報量の多い生物医学画像の処理や、定量化、分析を加速、または、完全に自動化するために計算技術を利用する、研究も進められている。画像解析システムにおいては、大規模で複雑な画像セットから測定を行うための、精度や客観性、そして処理速度の向上が重要になってくる。理想的には、 分析システムの発達により様々なケースにおいて人が画像や動画の判断をする必要がなくなる。このような画像処理システム自体は生物医学分野に固有のものではないが、例えば疾患の診断や研究においてはそれらの分野に特化した画像解析技術が重要になる。具体的な応用分野としては以下のものが挙げられる。バイオインフォマティクス研究には それぞれの目的に応じたプログラムの作成が欠かせない。プログラミング言語としては、一般的な科学分野と同じように、いわゆる重い計算を行うときにはシートの比較的低レベルな処理をかける高級言語も用いられるが、延期配列という巨大な文字列を扱う局面が多いため、テキスト処理を得意とする言語であるパールの利用が盛んである。パールは、 正規表現等の強力な文字列処理機能を持っているため配列解析に有効なだけでなく、プログラミングのトレーニングを積んでいないことが多い、生物学出身の研究者にも比較的容易に習得できるという長所を有する。さらに、早い時期から生物学的データの加工に用いることのできるバイオパールなどのライブラリーが整備されたため、一層有用となった。 ある配列の公開配列データベースからの取得、ジェンバンクフォーマットやエンブルフォーマットで記述されたファイルからの情報抽出、ブラストの自動化等は極めて容易に行える環境が整っている。研究用プログラムの開発に使われる言語としては他に以下のようなものが挙げられる。これらのほとんどにそれぞれバイオインフォマティクス用のライブラリーが開発されている。データベースは バイオインフォマティクスの研究と応用に不可欠である。DNA や、タンパク質の配列、分子構造、表現型、生物多様性など、様々な情報タイプをカバーする多くのデータベースが構築されている。データベースには、実験的に取得される実験データと、分析から取得される予測データの片方、または、両方が含まれる。データベースはしばしば、 特定の生物や代謝経路、目的分子に特化して構築される。また一方で、他の複数のデータベースからコンパイルされたデータを組み込むこともある。バイオインフォマティクスで扱うデータは、一次元の文字列から三次元構造のマトリクス、計算機科学におけるグラフ、遺伝子オントロジーのような有効批准解グラフといった非常に多岐にわたるデータ構造を持つ。 各種のデータベースはファイル形式やアクセスメカニズム、パブリックかどうかなどの様々な点で差異がある。生物学研究に用いられる主なデータベースは以下のようなものが挙げられるデータはフラットファイルに比較的単純な形で保存されているケースも多いが研究が本格化してデータ量が増大してくるとより効率的な利用を図るために 関係データベース管理システムや XML などを利用したより高度な管理が図られることが多い。生物学の研究においては複数の公共データベースからのデータを使ったデータマイニングが非常に重要度を増しているためデータの相互利用という観点からも XML、Web サービスなどの標準的技術の利用は今後も進んでいくと思われる。 この考えをさらに進め、セマンティック・ウェブ関連の技術を利用した、コンピュータによるデータの相互利用を模索する動きもあり、バイオパックスプロジェクトなどは、その一例である。バイオインフォマティクス用のソフトウェアツールは、単純なコマンドラインツールから、様々なバイオインフォマティクス企業や公的機関が提供するより、複雑なグラフィカルプログラム、スタンドアロンのウェブサービスなど、多岐にわたり、 非常に多くのバイオインフォマティクスソフトウェアが開発され公開されている多くのソフトウェアがオープンソースとされており研究者は自由に利用することができる場合が多いが有償のものもあるデータベースを基盤とするソフトウェアは開発元がウェブブラウザから利用できるウェブアプリケーションとして公開している場合も多い1980年代にバイオインフォマティクスが 盛り上がって以来、多くのフリーでオープンソースのソフトウェアツールが開発され、公開されている。新しいタイプの生物学的な成果を生み出すためには、新しいアルゴリズムを開発することが必要になることも多い。一方で、革新的なインシリコ実験から、新たな知見を得られる可能性もある。そのため、ソフトウェアを自由に利用できる。 オープンコードで無料で公開することで、あらゆる研究グループが、バイオインフォマティクスに貢献する文化が育まれている。オープンソースツールは、アイデアを生み出し育む器として機能し、商業的アプリケーションに組み込まれることもある。また、生体情報統合の課題を支援するための、事実上の標準化や共有オブジェクトモデルを提供することもある。 オープンソースソフトウェアパッケージには、バイオコンダクター、バイオパール、バイオバイソン、バイオジャバ、バイオジェイズ、バイオルビー、バイオクリプス、エンボース、ネットビオ、オレンジ、アパッチタベルナ、ウグネ、ジェノコド、などのソフトウェア類が挙げられる。また、この伝統を維持し、さらなる機械を創出するために、ヒエリのオープンバイオインフォーマティクスファンデーションは、2000年以来、 毎年開催されるバイオインフォーマティックスオープンソースコンファレンスを支援してきている。パブリックなバイオインフォーマティックスデータベースを構築する方法としてはウィキオープナー拡張機能を備えたミディエオイキエンジンを使用する方法もある。このシステムではその分野の研究者が各自でデータベースにアクセスして更新することができる。ソープおよびレストベースのインターフェースが 様々なバイオインフォマティクスアプリケーション向けに開発されている。このようなシステムの下では、サーバー上に保管されているアルゴリズムやデータ、コンピューティングリソースに対して、世界中のコンピューター上からアクセスして、アプリケーションを実行することができる。エンドユーザーがソフトウェアやデータベースのメンテナンスのオーバーヘッドに対処する必要がないという利点がある。 基本的なバイオインフォマティクスサービスは、エビによる3つのカテゴリーに分類できる。シーケンス検索サービス、シーケンスアライメント、生物学的シーケンス分析、ビースサである。これらのバイオインフォマティクスリソースの可用性は、ウェブベースのバイオインフォマティクスソリューションの適用性の広さを示している。このようなウェブサービスは、スタンドアロンの各種ツール類から、統合型の分散型で、 拡張可能なバイオインフォマティクスのワークフロー管理システムまで幅広く存在する。バイオインフォマティクスワークフロー管理システムはバイオインフォマティクスアプリケーションにおける一連の計算やデータ操作のステップ、つまりワークフローを構成し実行するために設計されたワークフロー管理システムの特殊な形式である。下記のような特徴があり、例としてはギャラクシー、ケプラー、 タベルナ、ウグネ、アンダラル、ハイブなどが挙げられる。2014年に、米国食品医薬品局は、バイオインフォマティクスの再現性について議論する会議を主催し、国立衛生研究所のベセスダキャンパスで開催された。それから3年間にわたり、政府、業界、及び学術団体の代表によるコンソーシアムが定期的に開かれ、バイオコンピュートパラダイムについて、 話し合いが行われた。セッションリーダーは、FDA と NIH の研究所とセンターの多数の、支部、ヒューマンベリアムプロジェクトやヨーロピアン、メディカルフェデレーションフォーメディカルインフォーマティクスなどの、非営利団体、スタンフォード、ニューヨークゲノムセンター、ジョージ・ワシントン・ユニバーシティなどの研究機関の代表であった。この会議によりバイオコンピュートは、 バイオインフォマティクスプロトコルの再現性、複製、レビュー、再利用を可能にするデジタル、ラボノートブック形式のパラダイムを決定した。これは、グループ間のアイデアの交換を促進しながら、通常の人員流動の過程で研究グループ内のより大きな継続性を可能にするために提案されて、2016年、グループは、ベセスダの NIH で再招集し、 バイオコンピュートパラダイムの例であるバイオコンピュート、オブジェクトの可能性について議論を進めた。この成果は、スタンダードトライアルユーズドキュメントとバイオルクシブにアップロードされたプレプリント論文として発表された。バイオコンピュートオブジェクトを使用すると、J 進化されたレコードを従業員、共同編集者、規制当局間で共有することができる。 バイオインフォマティクスの概念と方法を教育するために様々なプラットフォームが設計されている。例えば、スイスのバイオインフォマティクス研究所トレーニングポータルを通じて提供されるラザリンドのオンラインコースが挙げられる。カナダのバイオインフォマティクスワークショップはクリエイティブコモンズライセンスに基づいてウェブサイトのトレーニングワークショップのビデオとスライドを提供している。 4 2 7 3イプロジェクト、または4 2 7 3イプロジェクトもオープンソースの教育資料を無料で提供している。このコースは低コストのラズベリーパイコンピュータを利用し、大人や学校の生徒を教えるために使用されている。4 2 7 3イはラズベリーパイコンピュータと4273。 バイオペレーティングシステムを使用して研究レベルのバイオインフォマティクスを利用している研究者や研究スタッフによるコンソーシアムによって積極的に開発されているバイオインフォマティクス分野の国内学会及び国際学会として日本バイオインフォマティクス学会及びインターナショナルソサエティーフォーコンピューテーショナルバイオロジーがあるまた国際会議として インテリジェントシステムズフォーモレキュラーバイオロジー、ヨーロピアンコンファレンスオンコンピュテーショナルバイオロジー、リサーチインコンピュテーショナルモレキュラーバイオロジー、インターナショナルコンファレンスオンゲノムインフォマティクスなどがある。ありがとうございます。